こんにちは、サラです。今回はなんと今年の末でみんな大好き不老不死がブランド終了というニュースがね話題になったんですけども、皆さん知ってました？で、今回はその不老不死ブランド最後のコスメ、こちらリップ38度アンフレームライトをレビューしていきたいと思います。はい、これですね、ウェブ先行発売でこのダークとライト2色あって両方買おうと思ったんだけど、なんか開始30分ぐらいでこのダークが売り切れてて、ライトだけ購入しました。で、一般発売は11月の1日からになっております。それではね、早速レビューしていきたいと思います。7年間ありがとう。誰かが決めたメイクのルールや当たり前の常識があなたにとって唯一の綺麗の正解だとは思わない。私たちが伝えたいのは自分らしい綺麗を見つける好奇心、アンフレームな遊び心。これが不老不死最後のメッセージ、溢れるほどの感謝を込めて。なんだかこう意味深なメッセージが付けられておりますが、まあ普通のリップ38度と仕様はねほぼほぼ一緒だと思います。 SPF20PA2+ 無香料です。はい、こちらが私が購入したライトです。オーロラフレークがたくさん入っています。ごめん、ダークじゃなかった、シャドウでした。で、もう一色買えなかったのがこちらのシャドウですね。ちょっとダークパープルなカラーにピンクラメがぎっしりって感じですね。で、成分も今までと一緒で、エンドミネラルと潤い続ける唇に導く乳酸菌ラフローラ配合で、これだけが今までのリップと違う点、スパチュラ面とフロッキー面のツーウェイ構造になってます。で、現物がこちらになります。見て、超可愛いんですよこのラメ。まあ、好み的にはシャドウよりライトかな。で、ラメの配色具合は1個前のシリーズのスワール3番に似てるかな。はい、これが1個前のスワールの3番で、これが今回買ったアンフレームのライトです。まあ、こうやって見るとほぼほぼ一緒かなって感じがします。あ、そう、これがね新しいスパチュラです。これがシリコンチップで、こっちがあのよくあるモサモサのやつね。まあ、衛生面が気になる方はこのシリコン側だけ使って拭き取れば、まあ、モサモサだけのやつに比べたら使いやすいかなと思います。で、今回もちゃんとねボトルの底まですくえる長さになってます。はい、塗ってみるとこんな感じです。キラキラがめっちゃ素敵。このシリコン側とモサモサ側で塗り分けてみたんですけど、まあ、塗り心地的にはそんな変わらないかな。でも1個前のアプリケーターよりかは好きです、折れ曲がってるやつ。そしたら次、リップの上から塗っていきたいと思います。エチュードハウスのシャインシックリップラッカーの PP501 をまず塗っていきます。で、上にこちらを重ねていきます。なんか素の唇に塗った時はモサモサとシリコンどっちで塗ってもそんな気にならなかったんですけど、上に重ねるときはシリコン顔を使った方がいいかもしれない。最近になってようやくこういうラメ感がねめっちゃ可愛いグロスが出てきたんですけども、やっぱり唇ケアしながらラメがいっぱい入ってると方が使いやすい。でもなんかこうなってきたらシャドウも欲しいから、発売日になったらシャドウも買おうかな。で、あとウェブ先行発売限定でこういうなんかインビテーションカードがついてきました。1月の1日になってからここに書いてある暗証番号を入れると入れるサイトなんですけど、これはねまだ謎に包まれてます。で、あとなんかおまけのバッグがついてました。バッグっていうのかな、あ、そういうことね。ここでなんか小物を入れて折り曲げて使う
めっちゃ可愛いバッグが送られてきました。で今回買ったこのライトなんですけど、ちょっとだけザリザリします。この1個前のスワールの方がラメ感強いんですけど、これはね一切ザリザリなかったんですよ。でもなぜかね、細かいラメの量が多いからかな。でも我慢できる程度で、不老不死のブランドが本当に終了するのかってみんなね気になってると思うんですけども、公式インスタグラムでは7年の歴史にピリオドを打ちますっていうね画像がアップロードされてて、でもコメント欄にはすぐに不老不死製品が買えなくなるということはありませんので、買いだめやストックをせずに不老不死を信じて待っていてくださいっていう異例のアナウンスをしてるんですよ。多分ねネットではリニューアルじゃないかっていう風に噂されています。はい、ということで11月1日全国発売の不老不死リップ38度アンフレームライトの紹介でございました。ということでチャンネル登録と Twitter と Instagram もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。サラでした。